震度6弱の地震発生後、気象庁は南海トラフ巨大地震の発生確率が高まったと巨大地震注意を発表しました。想定される最大規模はマグニチュード8クラスで、過去には7日以内に同様の地震が発生した例があります。被害が予想される地域では、自治体の情報を注意し、避難経路の確認や備えの点検を行ってください。気象庁は8日、南海トラフ地震の臨時情報、巨大地震注意を発表。避難の必要はないものの、日々の備えの見直しを呼びかけています。内閣府のチェックリストによると、備えとして以下が推奨されています。アスタリスクハザードマップで地域の地震や津波のリスクを確認、アスタリスク避難場所や経路を確認、アスタリスク家族との連絡手段を決め、備蓄品を準備、アスタリスク就寝時は逃げ出せる服装で、出入り口に障害物を置かない、アスタリスク家具の転倒やガラス飛散対策を講じ、水や食料を多めに備蓄、アスタリスク簡易トイレ、携帯ラジオや電話の予備バッテリーも準備。宮崎県日向灘で起きた M7.1 の地震を受け、気象庁は南海トラフ巨大地震注意を発表。南海トラフ巨大地震の震源域で同規模以上の地震が発生する可能性があるという。政府は避難準備の再確認を呼びかけ、必要に応じて自主避難を検討するよう求めている。気象庁は関連性を調査しており、巨大地震警戒や調査終了などの臨時情報を発表する予定。